なんかもっとなんかね、考えるべきだと思う。なんかさ、いまだになんか寮でさ、先輩の選択するみたいな、なんかそういうなんか、なんだろう、もうなんか常識から外れてる上下関係みたいな多くないですか、高校生って。もっとメジャー的な感じでいいと思うんだよな、高校って。もっと、なんだろう、もっと楽しんでほしい野球を。なんか、プロ野球選手に聞いてもさ、なんかよく、高校時代は辛かったみたいな意見多いじゃないですか。野球って楽しむもんだと思うんで、ちょっとなんか、野球楽しんでほしいけどね、高校生には。若いんだし。坊主矯正は意味わからん。いや、本当にね、坊主矯正とかパワハラだろ、ガチで。まあ、もういないんじゃない、矯正にしてるところは。でも、矯正、坊主にしなかったら、なんか、どうせ、なんだろう、共通性なんちゃらなんちゃらみたいな、ありますよね。なんか先輩たちが坊主してるのにお前しないのかみたいな、そういうくだらないやつが。でも俺そういうの嫌いなんだよね。まあ好きなやつはいいと思うけど、そういう高校野球必死さっていうのはなんかやっぱり熱くなるものがあるじゃん。まあそういうのが好きってやつはいると思うのは分かるんだけど、俺は嫌いなんだよ。ああ、いい日やれたか。帰ったってことはあんまいないんだな、これ。あ、トーナメント形式は確かに面白いかもね。ドラマがあるからね。弱いチーム勝てるのが野球だから。野球って弱くても勝てるんだよ。全部が全部負けるってのはありえないから、ある程度のレベルはね。そう、あの甲子園の魔物っていうなんか史実がやっぱ勝てるしね、弱くても。
や、ナイスカリ。カリ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 。オッケーオッケーオッケー。よし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 。甲子園の魔物で負けた絡まりとかね。なんか面白い話したかな、繁盛、西ちゃん、多そう。いや今日番組は面白かったですよ。はい、黒の方々だったんで番組は面白かった。楽しみにしといてやみんな。あれ何なんだろう、 BS かなんかでやってんのかな。まあ、地上波じゃない気がするんだよな。何の番組かは情報解禁をお待ちいただければと思っております。スー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 ス。いいね、いいキープ。じゃあじゃあ持たせたよ相手の。いいね、今の3発当たってくれたらこの1個本当にいいんだけど、当たんないんだよね、乱数あるから。プライムごときは俺様に勝てると思うなよ。死ぬよお前も。お前もじゃない。落ち着いて右から行きましょう。そうだからね、意外とこの武器高台への圧っていうのはかけにくい武器なんだよね、寿司より。まあ寿司比較はおかしいけど、意外とね高台にいるチャージャーとかはね結構厳しかったりする。ほんとしばく。だから高台の圧はやっぱ食いぼとかでこっそり。うわあナイスに招く。俺もつよ。どこだこっち。ちょっとチャーゲーだな。今の環境で間違っても茶に持たしたらダメ。
プライムごときがよー、俺に勝てると思うなよ。あー、ごめん、すまんぼう。もうプライムとかカモだからね、マジで。この武器ね、本当にね、シューター全員いける、全部いける。カモリスト、カモリスト1、スプスピ。カモリストにこいつ、うん、傘、いや傘とかカモだけど、普通で傘弱えし、何が傘じゃん、傘強くないよ今の環境。キャンプに負けるもん、キャンプでしょ今通常傘出すな、キャンプ一択だよ。流行ったら A3 の疑似格も重くされたりすんのかな。いや、しそうだけどね。なんかスペシャルポイントとか上がりそう。ありえそう、全然、ね。スフィアの方はされてもいいと思う。昔から強いしな、ほんま。あー、死ぬか。相手プレッサー下手じゃね相手プレッサー下手な気がするんだけど、これ相当
サーバーそんなうまくないかな、うまくないね。ありがたい。当たらんわそれ。多分プレッサー取ってくれ。プレッサーナイスナイスナイス。あーチャージャー神様本当にやばいぞこれ。プレッサーで全てが破壊された。プレッサーで全てが破壊されてる相手が。ナイスすぎる。ナイスプレッサーだ。